ぞ。あ、これ重いっすね。危ないこれ。ちょっと待ってください。いいよ、大丈夫だよ。怖い。あ、そうです。オッケー。これで多分オッケーだと思います。怖。あ。大丈夫でした。おはようございます。千葉69と書いて千葉ロック。今日は、はい、見てください。今日も雨です。しかも土砂降りです。さすがに今日バイク諦めました僕。車で来ました。僕のハーレーのカスタムはまた次回ということで、はい、今日はですね、なんと、はい、昨日ライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ライブ上がりの筋肉痛の男です。バキバキですね。昨日は盛り上がりました。そうですね、今年の、まあ、ウイルスの問題を起きてからお客さん入れてやったライブ初めてですよね。前回がもう急遽2日前とかに配信に切り替える。でそれも、公演の同じ会場でまたやったんですけど、はしゃぎすぎましたね。盛り上がった一番盛り上がったのはブルグです。はしゃぎすぎました。ちょっと減量しました。私おすごい。腹が出てない。プールに通うとこはついてた。さらに昨日も筋肉痛で。筋肉痛で。今日も筋肉痛で。はい、もう来週ガリガリですから。そうですね、ガリガリになってます。その変化の様子もお楽しみいただければ。面白いね。さあ、そして今日はですね、はい、私のハーレーがないということで、このハーレー、何これ、ウルトラ、このごっついハーレーを、はい、ブル君と二人でバラバラにします。はい、よっしゃ、今日気合入れでバラバラにしますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。目標タイムは5時間5時間くらいですか。倍ですね。残業なしでいきたいです今日は。はい、お願いします。よろしくお願いします。誰か来たぞ。僕の友人の松本くんです。松本くん、こんにちは。はじめまして。はじめまして。ハルビーバイクというバンドでベース弾いてます。松本と申します。ツバキです。よろしくお願いします。すげえバイクで登場しましたね。そうですね、ちょっと受け手物で。登場シーン撮りたかった。撮りますか。雨の中。YouTube いける？全然大丈夫です。事務所 OK。事務所 OK。ああ、なるほど。はい、メーカーも OK。怒られちゃったね。はい、どぎつい下ネタ言わなきゃいいよって言われました。あこのお父さんに気をつけて、このお父さんに気をつけて。俺が言わなきゃ大丈夫です。なんていうバンドだったっけ。松本君、なんていうバンドでしたっけ。ハウルビークエイって言ってます。あ、もう絶対覚えられない。ハウルビーク。ハウルビー。ハウルビーク。怖い、爆音静寂ですね。怖いですね。トイズファクトリー。トイズファクトリーです。あーでよく漢字 T 作るときに爆音静寂にして。ああ、なるほどね。すごいすごい。落ち葉つながったんですか。そうですね。油なってるお願いします。いきなり絞れてる感じで。出てくるよ。一番アウトやつじゃん。バラすぞ。まずこれ前と後ろ一緒にやっていっちゃいましょうか。そうですね、やっぱパクトがあった方がいいですね。取れました。おお。よろしいだろう。あれ
よいしょ、めっちゃ重たいよこれ。よし、シートがシートがこれ全部一で繋がってんだ。取れそうだよ。そうなんですよ。取れた、取れた、取れた、ね、取れたね。バッテリーがないし。うまい。からこれ。撮影がある。掃除する気になるからいいんです。今日朝来たら掃除してた。それでもゴキブリは出ますけどね。すいません、最初に突っ込んじゃう。おっさんでも傷つくんですからね。めっちゃびっくりしちゃって。歓迎です、歓迎。よし、来た。こっちも撮ろうか。はい。この車体は現在不動って感じなの？現在不動でございます。なるほど。結局、エンジンしか使わないんで。あ、そうなの？はい。手際がいいですね。今日、紛れてる。おいくつですか？23です。おー。おー。ありがとうございます。フレッシュ。23っすか？23です。つばきさん、フレッシュは下ネタですか？ギリセーフ、おじさんどうかしてるよ。アイドルのバックバンドの仕事だったんですけど、メンバーのお母さんとも年が一緒。この間まで10代やったのに、もう23歳から23歳。俺もこの間まで10代やったので、次は頭を外すよ。お、分担作業ですね。分担作業同時並行で分担作業ですね。これどっからどう取ればいいか。すごい造形ですね。これ、横のサイドもこれです。これやっぱビッグスクーター乗ってる人の方が強いっすよ、絶対。あビッグスクーター乗ってる人いた。あ、偶然偶然基本このサイドと上取ったらバコっていかないんで、こっから、あ、これくっついてんだね。まずヘッドライト外してもらって、ヘッドライトこれです。ヘッドライトを外すと、ヘッドライト周りで、ね、ヘッドライトちょっと外すこれ、これですか、これ、これで、そうです、それでリムがパコンと外れるんで、リムだけ外れるとこれだけだと思ってるんですか。あ、いけそう、そう、あ、取れすぎ。そうすると、その、ね、なるほど、これでこれを抜いちゃう、全部、はい、配線がこれ抜いちゃっていい、はい、おーいしょ、ヘッドライト取れました。ステージネームとかあるんですか？僕はもう普通に本名で山田くんで、山田くんで、へなかなか一時期欲しくて、いろんな人に聞いたんですけど、うん、もう定着しちゃってて、拓郎ちゃんで、うん、その山田拓郎さんとおっしゃるんですか？全然山田出ないんですけど。ああ、へえ。ボケ方もどうした？松本と申します。ああ一応最初に松本くんって言ってた。ごめんなさい、ごめんなさい。バンド名は覚えましたよ。バンド名は、バンド名は伺ってよろしいですか？ How to be quiet。 あ、さすがです、ありがとうございます。 How to be quiet。 マコン静寂と申します。よろしくお願いします。師匠、はい、ここ何も合わない。普通の、あ、でもなんか、何なの、勝手に変えられちゃってるのかもしれない。ミリで行ってみましょうか。こんな混在してるんですか、ミリに。六角なのかな。前のオーナーが何やってるか分かんないんで。なるほど。こう付き合った女がどんな癖でされちゃってるか分かんないじゃないですか。なるほど、ね、全部下ネタだ。なんかバラしてて悲しい気持ちになっちゃうんですよ。ここミリなんだって。全然分かんないよ。そこはあの椿さんの豊富な経験で、入れるのは得意です。絶対使ってくださいね。何も入らないです。マジっすか、うん、これなんか星型みたいになったぞ。トルクスじゃないですか。トルクスなのこれ。あ、トルクスじゃないですか。これでいけるわ。すいませんでした。さすが経験豊富ですね。経験不足でした。ブルーさんドリップじゃないのがすげえ新鮮です。確かに
6レーンのロレックでしたもんね。こっち側から見ると金髪のお姉さん。昨日は立てましたよ。うわっ、あれ昨日バンダナ巻いてた。バンダナ巻いて、立てて立った、俺あの写真が座る。でもなんかもうちょっと黒っぽく見えたな。あー、そうなんですよね。プールの塩素で脱色されちゃったんですよ。確かに。すげえ泳いでんじゃん。すごい泳いでんすよ、もう千葉鈴並みに泳いでますね。2日に1回ぐらい行ってますね。ほんとにマジっすね。すごいな、マジェスティみたいに行かないっすね。あれ2本でガバなんで、もう。あ、そうなん、はい。大体何年式ぐらいなんですか。これ96かな。1996年。ほとんど同い年ぐらい。おお。よし、取れたぞ。これでいけるぞ。これでいけるんじゃないか。あ、いけそう、いけそう。なんかもう一回ついてる。どうしよう、この一番いいところを邪魔してもらった。おー、はい、おー、取れたぜ、取れたぜ。感動ですね。じゃあ、4人総出でいきますか。4人総出でバラバラにするぞ。4人がかりすごい。あれに、最初リアキャリアと機材を乗るようにするのをブルーさんに相談したら、とりあえず持ってきなさいってことで。キャリアをつける。マジェスティのキャリアってもうメーカーが作ってなくって、はいはい、中華の5000円ぐらいのショップのしかないんですよ、うん、大体そのと折れるらしいんで。キャリア、キャリア、リアキャリアと、あとベースをできれば湘南のサーファーみたいに横にこうマウントしたいんですよね。ベースを、ベースをセミハードに入れて、はいはい、で後ろにちょっとしたボードとバックでも乗せれば、そういうことです、そういうことです。なるほどね。リアショックの上側の付け根から出して1本、はい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 、下のサイドアンダーのカウル外してどっかから1個取れれば、2箇所あれば、あ、なるほど、十分固定できる。いや、千葉ロックでやるでしょう。あ、じゃあぜひぜひ。で、後ろに岡持ちつければいいですよね。そうですね。岡持ちつけないし。見たことみたいな。お蕎麦屋さんの。お蕎麦屋さんの。で、抜ける。よし、よし、長い切れた。こいつ今切れました、ね、一番美味しいところを、じゃあ誰がカメラ目線でいくか。松本君、いただきます。ちょっと待って、はい。いただきました。じゃあ、作ります。めちゃごついです。これ何事も経験ですか。あ、これ取れない。おお、全然なんかすってきましたよ。優秀だね。下手だね。もうレギュラーですね。俺下手なだけだね。よし、できました。すごいっすね。このままにすってないでしょ。すげえ、リアフェンダー外れた。おお、すげえすげえ、ブルさんすげえよ。すげえ、リアタイヤ取らずに。デストロイヤー。これ、怖いっすね。ブルさん、はい、リアウィール外し合いましょうか。はい、はい、じゃあこのまま、はい、はい、はい、取れました。寂しい。あ、はい、松本君来てくれてよかったな。ゴケ殺しの椿さん。女殺しのふみさんね。そんな生殺しみたいな。おっさんが盛り上がる。大丈夫です。事務所のことは気になったら、もし問題だったら、はい、顔にモザイク入れるから、はい、大丈夫です、大丈夫です。最初からいなかったことだ。こんだけ手伝わされて、なんか事務所に怒られたらこれ。まあ、エルグラステッカー全部入ったんですか。いや、なんか俺の貼ってありますよ、盗難なんとかとか、ハイエース盗まれた時に、あ、なんかやたらエルグラで貼ってたんですよ。あのエース結局出てこなかった。
あれね、結局犯人捕まって、あ、そうなんですか。もうなんか車は海外に売却されて、ナンバーだけ加工されて、これナンバーだけ見つかったって言って、で犯人捕まえましたって言って、で、訴えますか、訴えても金ないんで何も返ってこないですよって言われたんで、ちょっと会わせてもらっていいですかねって言ったら、絶対ダメですよ。何する気ですか、あんたぶっ飛ばすでしょ。いや、あの出所後にうちにスカウトしようかと思って、僕のローディーからみたいな、合わせてくれないですね。それ超怖いですね。構成施設、構成プログラムですね。スカー乗りたいとか似合う年ぐらいになったら、おっさんらは似合いますねって。いやいやいや、まだ23乗ってたらちょっとやんちゃすぎるじゃないですか。生きがりすぎてるじゃないですか。でも最近は若い人も乗ってるよね。あれですか。なんか若い人お金持ってんだなと思って。羨ましいんです。なるほど。でも微妙かな。あげっ、おー、来た、いけそうでした。いいね。じゃあカメラ前に。いただきました。結構重い。下にありましたよ。さすがっすね、ゾウさん。おー、イエーイ。いただきました。これもみんな行くんですか。ハンドル、まあ、めちゃくちゃお仕事なさってる。いろいろね、あの音楽授業部以外のやつもちょっとお待ちしてたんですけど。なるほど、お忙しいですね。もう一回してて。え、ハウルビークワイエットです。ハウルビークワイエットね。今度はそのシャツで来ます。ハウル、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 ボル。あ、取れました。やりました。やりました。なんかそういうのありましたね。来いよおめえ。これを取った、これを両方取るとか、エアサスで多分繋がってるんで。あ、これエアサスなんで、エアサスなんですよ。なるほど。で、どっか剣に斜めに変わっちゃって大丈夫。おー、来た。全然いけます。かわいい。はい、はい、来た。いただきました。これ絶対みんなバイク嫌いになるでしょ。いじるもんじゃねえなってことですね。相手に乗ってもらった方がいいよね。あの値段は適正だったんだなっていう。どうしよう。ハウルビークワイエット。おお、すげえ。5時半にして。どこに書いてあるんですか。掘るから。すげえ。めっちゃファンじゃないですか。俺も密かにアニソン提供してます。うん、存じてます。存じております。経歴だけ立派な男です。いやいやいや。おお、やったうなぎ。お、これクラッチカルカルキットが入ってる。クラッチカルカルキット TP クラッチかなかったカバーが取りました。よりしますか。持ちますね、じゃあ自分。はい、じゃあ行っていいですか。お願いします。今日のゲストにカメラを持ってもらう。ここまで、ここまで見ましたね。長かったですもん。長かったです。ありがとうございます。じゃあクリップを。これエンジンはバラさないよね。エンジンは今日多分厳しいっすね。やってほしいとこなんですけど。変わりますか。はい、お願いします。プロに。いや、はい、誰がやっても一緒ですよ、こんなの。あ、取れました、ね、取れました。はい、あ、すいません、取っちゃいました。いい感じに取れちゃいました。すいません、取れちゃいました。でも、あの、バイカプロに任せてね。来たよ。お、来た。はい、いいかな、これすごい。さあ、1個やってみましょうか。何する裏技ちゃんと。おー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 、あ、うまそうだな。ハーレーの炙り。
ハーレーのボルトは鉄なんですよ、はいはい、でエンジンアルミなんで、はい、アルミの方が熱膨張で膨らむんで、はい、ネジ山がこれで緩むんです。へあとロック材が入ってる場合もロック材が溶けるんです。そうなんです。あ、結構重いですね、はい、なんかいいチームワークですね。みんなは一人のために一人はみんなのためにイソップ知らないよねみんなね。黄色いところに入れてもらえれば、はい、はい、カットの方が多いですよ、ね、カットか P か、カットか P かほっとくと2時間番組ぐらいになっちゃうかな。ブルさんはなんとか20分ぐらいのサメかね。マジっすか。はい、せめてエンジンを下ろすとこまでやりたい、行きたいですね。そろそろカメラ置いて手袋用意した方がいいですか。お願いします。了解です。クルーズコントロールのワイヤーっすね、それ。あクルコンついてるんですか。ついてるんですよ、ツーリングの。すごいっすか。クルコンって何だ。前の車にくっついてくる。クルーズコンピューター。クルーズコントロール。なんか、今の動きを。おい、いきます。おい、来た、イェイ。おじさんは大変だ。おい。おお。はい。おめでとうございます。乗りました。すごいでしたね。はい、血をバラバラになりました。見てください、ウルトラバラバラです。バラバラです。5時間かけて5時間かけてウルトラの体もバラバラです。いやーもう痩せてきましたよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。見てください、今日も残業です。真っ暗でございます。今日も残業です。ウルトラ、これハーレー何年だっけ。94年96年。96年ですね、はい、めっちゃ大変でしたね、これ。はい、結構大変でした。手こずりました。ゲストの松本くんにいろいろ協力してもらいまして、本当に助かりました。バンド名は How to be quiet。 ありがとうございます。師匠は来月から、はい、アメリカです。11日からアメリカです。はい、はい、はい、いっぱい持ってくるんですよね。はい、はい、じゃあ次回はまたいつになるか分かりませんが、次回羽田空港からお送りします。羽田空港からそれまでないから。師匠が帰国していろいろと、あとは松本君の愛車のあれにちょっと一番千葉ロックに行く、結構依頼が来てるんで、はい、僕らで行けば、はい、よろしくお願いします。楽器が積載できるようなシステムをあれに千葉ロックで、ジャイロの予想ばっかり。あ、忙しいですね。あ、次ですね。松本くん、はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。で、何か感想などあれば、バラしたバイク2代目、1代目エイプ、2代目ハーレー、松本拓郎です。ありがとうございました。まだなかなか僕の口から言えることは少ないんですけど、How'll Be Quiet っていうバンドをやっております。来年のスケジュールがまだ言えないんですけど、いっぱい決まっておりますので、よかったらツイッターなどチェックしていただければと思います。この辺に出す、出す、ぜひぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今回はハーレーウルトラの分解作業ということですね。約5時間ぐらいかかりましたが、フレームから、ね、全てバラバラに部品を取り外してみました。
そしてハウルビークワイエットのベーシスト松本くんですね、今回手伝っていただきました。実はね、松本くんのマジェスティのトライクの楽器積載システムをね作りたいって相談を受けてまして、それのね打ち合わせで、じゃあこの日作業あるからおいでよなんて話をしてて、まあその流れでちょっとハーレー分解作業一緒にやっていただいたわけなんですが、松本くんはねもうすでにこの前公開した師匠のアメリカ出張出発編だったり、ハーレーのねエンジン装着動画だったり、そういったところにもうね出演していただいてるわけですが、もうほぼねレギュラー化しておりますね。今度は松本くんのマジェスティトライクの楽器積載システムのね制作動画だったり、これからね千葉ロックでやっていくバイクのカスタムだったり、いろんなものづくりのね動画の方にもね参加していただこうかななんて思っておりますし、で松本くんもね我々もミュージシャンなんで、まあセッションしたりとか、なんか千葉ロックの企画でね楽曲作ってるなんてねできたら面白いななんて思っておりますんで、全国いや全世界だね、全世界の松本拓郎ファンの皆様、今後もね楽しみにしていてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。千葉ロッキューと書いて千葉ロック。この動画はねオートバイのお話を中心に、我々ミュージシャンなんでね音楽のお話を交えながら、それぞれの趣味のお話を配信していきたいと思います。それでは次回の動画もお楽しみに。ビースよりギターのブルーでした。